住まいの横尾渉さんが、うん、フライデーに一般女性との交際を報じられたのですが、横ちんがですね、まあ堂々と交際を認めたことがちょっとまあ波紋を広げている。これ認めたんですか、交際。一応フライデーの直撃に対し横尾さんは、そう、中途半端な気持ちじゃないですという発言をして、これが交際を認めたというふうに捉えられてありますけど、まあ一応今年キスマイはデビュー10周年という節目の年ということで、まあちょっとざわついているということなんですけど、ね、中途半端な気持ちじゃないですっていうのは、でも女性に対してね、リスペクトがあるっていうのは、まあ誠意ある態度ではあるんですけど、まあ普通に考えたらね、まともなっても変ですけど、男気のある、はい、ね、正直者です、正直者でいいんじゃないかと思う。特にこれで多分非難する人はいないでしょう。事務所としてはどうかなっていうと、うん、今時はおそらくそういった形って離れていくファンがどれだけいるか、まあ、東京スポーツの報道によると、うん、ジャニーズ事務所が呆れてるということで、あまあそっか、いわゆる、まあ、さんはそうかねね、デビュー10周年の年でこれからいろいろとベストアルバム出したりとか、まあ、いわゆる活動が活発化する中で、まあ、そういうことね、確かにね、やっぱりアイドルのファンって、うん、そういうことちょっとしたことでね、その彼女がいるとかっていうので、ね、一気に引いちゃうっていう、落ち込む人がいるから、そうだから今までもね、結局ジャニーズのタレントさんたちっていうのはやっぱ、うん、絶対そういうこと出さないよね。結婚もそうですけど、これでも今までだったらどうしてたんですかね、うん、おそらく今までだったら こんな答えはその場でしないでしょうね。事務所を通してくださいって言って即答はしないでしょうね、まあ、よくある想像されるよくパターンとしては、うん、まあ、いわゆる直撃されたタレントさんの方は、うん、まあ、ちょっと事務所を通してくださいって言って、うん、僕は何も言えませんっていうのがねですよね、うん、で事務所の方が後々、うん、まあ、否定するのか、あるいはまあ、うん、するいいお友達だって聞いてますぐらいの、うんうん、あれじゃないですか、プライベート、あ、ジャニーズはあまりプライベートに関してはとか言わないもんね、うん、そう、これはだから、まあ、そう、さっき今佐々木さんがおっしゃったように、まあ、横尾さんのこの、ね、中途半端な気持ちじゃないですっていうのは、男としてはかっこいいと思うんですけど、まあ、暴走と取られても仕方ないというか、まあ、一部ファンからはそういうふうに取られてるっていうことなんですかね。宇賀さんどうですか、これについては。これ答えを言ってるってことは、事務所が、なんだろう、前、まあまあ、少し前よりも、コントロールはできてないんだなと思う。まあそうですよね。ああ、確かにそうですね。いい意味でも悪いんだよ。うん。あの、直撃されたらこういうふうに答えろよっていうふうなことが、まあ言ってるかもしれないですけど、教育としてはなってない。していないのかな、まあ。まあ、それ以前に事務所が把握、その横尾さんとその女性が付き合ってることすら把握してない感じですね。うん。それもありますね。まあ、なかなか今言わないのかな、だってこの人と付き合ってますので、いちいち事務所に報告しないのかもしれないね。うん、まあ、報告して怒ることはないにしても、なんかまあいろいろ言われるよりは。言われるぐらいだったら言わないそうね。って感じなんですかね。ほら、相手が例えばすごく有名な女優さんだったとか、タレントだったりすると、やっぱりいろいろね、あれだから今この人とっていうような言うのかな、一般人だった場合は、特に。まあ確かにそうですね、別に結婚するわけでもない、一般人の女性いちいち事務所に会社に報告しないですよね。